熊さんすごいですね。なんかいやいや、あの熊野広いですね。めちゃくちゃ広いですね。あの中心地からだいたい1時間弱ぐらいですかね。そうですね。ね、山を越えてきました。山を越えて、はい、川越え、いや景色もいいし、風も今本当に気持ちいいからね、なんかめちゃくちゃね、あの過ごしやすい風です。ここってあれですか、三重県、和歌山県、奈良県の本当に境目ぐらいの場所なんですかね。なんかね、そうなりますよね。こっち見てたらね、北山村がすぐ近くとか。そうですね、僕も本当こう育成町って正直来たことがあるかなっていう感じなんですよね。旧宅さんでも。そうなんですよね。でも住まいはね、お家はたくさんあります。あります。あるいはここ何があるんやったっていう感じで撮ってみましょう。あ、そうしてもらおうか。いや、もう本当にカッコロ領チュルで移動、うう移動中。もうちょっとやる。何がもうちょっとやる。撮影が。あ、撮影がな。もうちょっとやる。今転げ落ちる。いや、びっくりした。転げ落ちるのはもうちょっとで、転げたらええのにって意味で。まあ、それはそれ面白いけど。頑張って、田村さん。もう、皆さん今カメラマンさんとかスタンバイでいろいろやっておりますが、はい、旧校舎というかですね、旧育成中学校、今廃校になってね、亜美ちゃんね。はい、すごいね、昔の、木造です。木造やけど、僕はもう懐かし感があるね。懐かし感、なんかこうテレビで見るこう昭和の世界。そうやな、確かにリアルで見とるみたいな。そうだよね、本当の昔のさ、黒板って緑やんか、これ黒やろ、真っ黒、黒すけ、はい、見たことある、この黒板。一冊一は味は、はい、一冊一は3にもなるし、4にもなるし、5にもなります。なんで？正解は逆でした。しまった。はい、清高君、廊下に立ってなさい。本当にじゃあ一泊二日の旅のロケということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ本編見てくださいね、本編をね。はい、はい、以上、三重県大好きコンビ清高&亜美ちゃん、そして林家菊丸でした。